こんにちは,にちはナビゲーターの根岸雄介です佐藤美希ですさあ今回の浜ナビは毎年この時期恒例のテーマを取り上げます、はい、6月といえば環境月間です、うん、環境の保全についての関心と理解を深めるというこの時期浜並では毎年暮らしに身近な環境への取り組みをご紹介してまいりましたが今年は今すぐ実践できるエコ情報をお届けいたします 自宅で過ごす時間が増えている今年は改めて身の回りでできる環境への取り組みについて考えるいい機会かもしれませんねそうですよね、うん、そこで今回はこちらですプラスチックごみ、フードバンクフードドライブ食品ロスこちらの3つのエコにまつわるキーワードエコワードから暮らしに身近なそして暮らしに役立つエコ情報をお届けしますそれでは参りましょう 今すぐ実践浜のエコスタートですプラスチックごみによる環境汚染分かりやすくポイントを解説今からできる食品ロスを減らす工夫とはミキズキッチン始末の一品に挑戦6月は環境月間スリムの取り組みや最新情報を大特集 CM のとっすぐ浜ナビ 今回は今すぐ実践できる暮らしに身近なエコ情報をナビゲートさあ最初のエコワードはこちらプラスチックごみです7月からスタートするレジ袋の有料化についてまたプラスチックごみによる環境汚染の現状などについて詳しくお話を伺いました。ご覧ください7月に全国でスタートする プラスチック製買い物袋いわゆるレジ袋の有料化その背景について横浜市資源循環局の大関さんにお話を伺いましたレジ袋有料化がスタートする理由背景について教えてくださいレジ袋に使われているプラスチックは私たちの身の回りで広く利用されていますしかし一方で海の汚染や地球温暖化などにも関連しており 世界ではプラスチック対策に向けた動きが広まりつつあります。そこで日本では、7月1日より全国でレジ袋の有料化がスタートします。普段何気なくもらっているレジ袋が本当に必要なのかを考え、それをきっかけにプラスチックに頼る現在の生活スタイルを見直していただくことが目的です。プラスチックゴミは地球環境にどのような悪影響を及ぼすのでしょうか。プラスチックは焼却すると、 温室効果ガスが多く排出され地球温暖化の原因の一つとなります日本でも近年起こっている猛暑や豪雨などと関連があると言われており私たちの生活を脅かしていますまた材料の原油にも限りがありますさらに海洋への影響も懸念されています海洋への影響について詳しく教えてください近年、鼻にストローが刺さったウミガメや レジ袋などを飲み込みそれが原因で餓死してしまうクジラなど生き物たちの痛々しい姿が報道されています海洋船は地球規模で広がっていてこのままでは2050年には魚よりも多くのプラスチックが海に流出するとも言われており私たちの身近にも危機が迫っています一部の企業では飲み物のカップを紙製にするなど取り組みが始まっています 市民の皆様にも、そのようなプラスチックの代わりとなる製品を選択する、ゴミの分別を徹底する、また、レジ袋をもらう代わりにマイバッグを使うなど、できることから始めていただければと思います。週1回あるプラスチック製容器包装の収集日。その際、ゴミの出し方も注意が必要です。プラのマークのある製品はすべて対象となります。納豆の容器などは汚れているため、 燃やすごみの日に出してしまうことも多いですが、軽く油水でプラスチック製容器包装の日に出してください。ペットボトルは中を洗い、キャップとラベルを外してから、横浜市では缶瓶と一緒に出してください。うん、やっぱりおうち時間が増えてくると、当然家庭ごみの出る量も増えてくると思うんでね。まあ、分別のルールはしっかり頭に入れておきたいですよね。ねうん、あと、最近は？ マイバッグ結構可愛いの多いじゃないですか、はい、私も持ってますよ持ってますやっぱりお気に入りのを一つ持ってると、うん、買い物に行くとき忘れずにね、うん、持参できますからね,ねはい。ゴミの分別について横浜市では便利なスマホアプリなどの活用も進めていますマスコットのイーヨがゴミの分別を案内してくれるイーヨのゴミ分別案内は横浜市の公式アプリやホームページから使うことができますテレビの前の皆さん 佐藤さん、根岸アナウンサーぜひ一度チェックしてみてください大関さんありがとうございましたさあそしてこちらが横浜市ゴミ分別アプリなんですね、うん、この中のいいよのゴミ分別案内というのをちょっと見てみましょうかはい。ここ押すとあなんかセリフが出てきましたよ、はい、ヤッホーいいよだろうということで <laughs>、はい、話しかけてくれるんですよねほほうほう,ほう,ほうなのでここに何か このゴミはどう分別したらいいんだろうって迷った時に捨てたいものを入力すると例えばですねんと靴ね靴わからないかも入れてみますねこれを送信しますあ出てきた出てきました出したいものが靴なら分別方法は燃やすゴミ燃やゴミ。で佐藤さんちょっとんか気になるものがその下に。 横浜といえば赤い靴だね赤い靴履いていた女の子像がある山下公園は<お>関東大震災のがれきを埋め立てて作られたんだよいいよすごいな,なこんな豆知識まで横浜情報 <laughs> <え>しかも結構これこう深いですよね深いですね面白い、えー、いいよ賢いですね何でも教えてくれる、うん、えこれもう、はい、ゴミじゃないのとかもなんか答えてくれそうじゃないですかいいよがはい。 何にしましょう。なんだろうなんか横浜っぽいもの。あ、わかった。はい、じゃあ私も好きなこれどうでしょう。イそう。ソウルフードだね。<laughs> 今日は濃いめ固め油多めで注文してる。だないよ。<laughs> えー、もう一個いっちゃいましょうね。もう一個。ちょっとこれいいよ困らせたいなこれ。夢 夢。ドリームの夢。いやー、ネギさん、夢は捨てちゃダメだと思いますけどね。<laughs> ですけどね。行きますよ、はい、ポンおは<っ>。出ましたよ。ネギさん、すごい。人として生まれたからには、太平洋のようにでっかい夢を持つべきだって、はい、龍馬は言ったよ。持ってるならいいんだ、でっかい夢を。<おー> <laughs> いいよ、こんな。 アドバイスまでくれるんですか坂本龍馬の言葉を教えてくれたいや佐藤さん、もう夢を捨てるなんて言いませんよいください僕はでっかい夢を持ちます、はい、<laughs> いやこれはね、はい、ぜひ親子ですとかお友達とね楽しみながら使ってみるのもいいですよね,ね楽しくて分別の勉強にもなると、はい、素晴らしい皆さんもぜひご活用ください、うん、温暖化、海洋汚染など地球環境に悪影響を及ぼすプラスチックゴミ 横浜市では新たな取り組みが行われています温暖化対策統括本部の川尻さんにお話を伺いました海洋プラスチック対策の新たな取り組みについて教えてください横浜市は二千十八年の六月に国から SDGs 未来都市に選定をされました国連で採択をされた持続可能な開発目標 SDGs の達成に向けてさまざまな取り組みを進めています昨年一月には 中間支援組織横浜シティ g s デザインセンターを立ち上げて企業団体の皆様と環境経済社会の統合的課題解決に向けてさまざまなプロジェクトを進めていますこの木のストローはそのプロジェクトの一つです横浜市の水源人である山梨県道志村の間伐材を薄くスライスして市内企業の紹介者の方々がくるくるっとですねストロー状に巻き上げたものが横浜製の木のストローです 木のストローのように脱プラスチックへの貢献からどのような効果が期待できますかこの木のストローの取り組みは SDGs の17つのゴールに照らしてみると目標12の作る責任、使う責任をはじめとして様々なゴールにつながる取り組みとなっています海洋プラスチック対策を入り口として環境面で言えば森林環境の保全であったり温室効果ガスの削減 また経済面でいうと新たな雇用や新しいビジネスモデルの創出そして社会面でいうとさまざまなあらゆる人の活躍というところが挙げられます、まあ、非常にこう多面的な取り組みとなっています、えー、現在このストローは横浜ベーシアトンホテルタワーズ様でご提供いただいておりまして今後もあのご活用いただける提供先を増やしていきたいと思っていますまたこの,木のストローを実際にこう 作る体験を頂けるワークショップも、えー、市内の各地で、えー、開催していきたいと思っています今後ですねこのストローという、えー、身近なものをテーマに、えー、SDGs をですね実感体感して頂い,いて、えー、皆さんの一人一人のですね、えー、行動につなげていくきっかけとしていければと思っています、うん、こちらが実際にその木のストローね、はい、ね。 やっぱりこの、ね、木ですから木目の感じがねなんともおしゃれですね。綺麗ですね。触った感じもやっぱり。いいいいうん木のぬくもりが感じられて<え>実際にちょっと使ってみましょうか。うね、うわ初めて木のストロー。じゃ実際水飲んでみましょう。はい、はい。あやっぱり自然のものなので、うん、こう唇に当たる感覚もなんか優しいですね。うん。全く、うんまあ、普通のストローと。 ねえ変わりなくうんこれはいい環境にも優しいわけですからね,ね<え>続いてのエコワードはこちらフードバンクフードドライブです食品ロス削減が叫ばれる中こちらの取り組みが大きな注目を集めていますまずは食品ロスの現状について横浜市資源循環局の小黒さんにお話を伺います 改めて食品ロスとは食品ロスとは食べ残しや賞味期限などの関係で本来食べられるのに廃棄してしまっている食品のことです横浜市の家庭から出されるもやすゴミの中には年間約10万5 0トンもの食品ロスが含まれていますこれをお金に計算するとなんと1人当たり年間約2万2000円分もの食品が捨てられていることになります このように家庭から捨てられる食品も生産・流通・廃棄の際に地球温暖化や異常気象の原因となる二酸化炭素を排出しているんですそのため食品ロスを少しでも減らすことが環境を良くすることにつながります食品ロスを削減するために横浜市で近年行われているフードバンク・フードドライブはどのような取り組みなのでしょうかまずフードドライブとは 各家庭から使い切れない未使用食品を集める活動のことですそしてフードバンクとはフードドライブで家庭から集まった食品や食品を取り扱う企業からまだ安全に食べられるのに廃棄されてしまう食品を引き取り子ども食堂や福祉施設など食品を必要としている方へ無償で提供する団体活動のことですちなみにフードドライブのドライブは 運転するという意味ではなく寄付という意味で使われています自分で使い切れない食品を寄付することで食品ロスの削減と社会貢献にもつながります家庭で使い切れないとは言っても提供できる食品にはルールがあります食品を寄付する際に確認していただきたいことが三点あります一つ目は未開封であること二つ目に 賞味期限が2ヶ月以上残っていることそして3つ目に常温保存が可能であることこの3つが満たされていないものは受付できませんのでご注意ください横浜市では現在神奈川区役所金沢区役所泉区役所で会長日に毎日フードドライブを実施していますその他にもイベントなどでフードドライブを実施していますので 資源循環局のホームページをチェックしてみてくださいフードバンク団体に直接寄付をすることもできます詳しくは横浜市のホームページをチェックしてみてください最後に小黒さんに今日から家庭でできる食品ロスを減らす方法を伺いました食品ロスを出さないためにまずはご家庭にある食料の在庫の把握から始めてみましょう 食品のパッケージに賞味期限を大きく書いたり、冷蔵庫の中身を定期的にチェックする日を決めてみたりしてみてください。また、買いすぎや作りすぎにも注意が必要です。食べ物のもったいないについて少し意識してみるだけでも、生活はスリムになりますよ。小黒さん、わかりやすい解説ありがとうございました。 はいということで食品ロスの現状とフードバンク、はい、フードドライブの取り組みについてご覧いただきましたマネガの外出自粛の期間がちょっとね長くなって少なからずこう買い溜めをするっていう習慣が広がったと思うので今一度こう考える時かもしれませんねそうん、ですねどうしてもこうまとめて買いたくなりますけれども、うんち,ね、ちゃんとねこう消費できるかっていうのを常に考えたいなと思いました さあ、そして横浜市では食品ロス削減を目指してこんな冊子も出しているんです。はい、こちらです、えー、丸ごと旬野菜使い切りレシピということで、はいえー、こちらにはですね。冷蔵庫の残り野菜を使った料理のレシピであったり、野菜の保存方法などが詳しく書かれています。で、例えばですね。<え>今の時期ですと、どんなレシピあ。こういうね。きゅうりの副菜3種とか、えー、あとね。こちら。あ 夏野菜カレーなんて佐藤さんどうですかもうカレー好きとしては、ね、いいですね作ってみたいです、はい、こういうのがいろいろ乗っていて美味しそうですよねそうですね、はい、そして丸ごと旬野菜使い切りレシピの裏表紙には始末の一品というのがあるんですねこちらが、はい、食品ロス削減のための取り組みになっているんです、はい、野菜の皮や茎などですね普段は捨ててしまいがちな部分を 使い切るそんな料理のレシピになっています。始末の一品は横浜市のホームページや横浜市公式クックパッドでも紹介されています。始末の一品のレシピから実際に一品作ってみましょう。ということでミキズキッチンありがとうございます。 今日はですね横浜市のレシピ始末の一点からレタスの生春巻き風サラダをご紹介します根岸、ね、さん実況今回もよろしくお願いします、はい、さあミキズキッチン第二弾、はい、早かったですね第2弾来るの本当ですね皆さんのおかげですよ <laughs> ありがとうございます <laughs>、はい、まず材料をご紹介しましょう、はい、レタスと人参きゅうりあとは鶏肉ですねささみ肉でも胸肉でもいいかと思いますポイントは は捨ててしまいがちなこのレタスの外の葉の部分を生春巻きの、えー、あ,あの皮の代わりにライスペーパーじゃなくてレタスで、はい、そうなんです<ー>そこがポイントとなっていますいや材料紹介も板についてきましたね二 <laughs> 回目にしてでは早速調理していきますニキズキッチンスタートですでは料理の前に 綺麗にして始めましょうねさあレタスの葉はそうですね一枚二枚さあ早速ミキズキッチン調理工程に入っていきますけれども、はい、だいぶこうテレビの前で料理するのももう一回やると慣れたものですか <laughs> そんなことないですよ皆さんに見られながらっていうのは緊張しますね葉っぱはしっかりと洗って お湯を沸かして1分くらい茹でていきますさあ続いて鶏肉ですねこちらは塩とお酒で下地をつけてレンジにかけて火を通してありますお肉はあの手で裂いても包丁で切っても大丈夫です私は細切りにしていきますねさあ今日最初の包丁さばきご注目くださいそしてこのチキンといえば前回はねバターチキンカレー 結構反響あったみたいですよ。そうなんですよ。あの、うん、メッセージもたくさんいただいて。嬉しいですね。鶏肉を細切りにしたら、続いて人参とキュウリを千切りにしていきます。千切りなんですけど、なかなか細く切るの難しいんです。さあ、ここは今日最初の見せ場でしょうか。リズミカルにトントントンという音が。 このスタジオに響いていてますあでも前回よりもなんかこう堂々として見えますね人参の千切りができたらきゅうりも同じく千切りにしていきますここもリズムよくテンポよくきゅうりの千切りが完成です。もうこれで ある程度材料も揃ってきたとそうですねあとはレタスの葉でこの材料をくるくると巻けば完成ですよ、はあ、これはお手軽みなさんこんなに綺麗な色鮮やかになるんですよね<お>またね柔らかくなって巻きやすくなるんですよねち<ー>なみに春巻きは作ったことあるんですかそれがないんです<お>初めてです,です、ね、はい。ちょっとねい巻いていくのもドキドキなんですが 今日はカメラの前で春巻き初挑戦はい。ライスペーパーと違って巻くの難しそうですよねちょっとねあの繊細なので葉っぱが形もね割とこう綺麗な形なわけじゃないですかねそうですねちょっとギュッと押さえながらそうですねおーしかし初めてと思えない、はい、こんな感じで巻けました素晴らしいあ、色本当綺麗ですね もう一本も丁寧に巻いたら。では最後に切ります。いきますよ。さあ、またまた見せ場がやってきました。綺麗 <laughs> にね、これ断面大事ですよ。テレビ的に特に。<laughs> いい音がしました。いかがでしょうか。美しい。いいですね。はい、やっぱりぎゅっと巻いた方が綺麗に見えるかもしれないですね。 切った春巻き風サラダをさらに盛り付け完成です。いやレタスの生春巻き風サラダ、はい、まだ食べる前ですけれども<え>ビジュアルとしてはもう言うことなしですよね。本当ですか。だってこのお手本と本当、はい、変わらないぐらい完璧じゃないですか。<laughs> いやまた<え>本当食べる前からそんなにあげないでください。<laughs> じゃちょっとさっそいただいてもいいですか。<laughs> じゃあねちょっとちゃんとね手をきれいに拭いてさあ。あ これいこうかな。いや、いただきます。断面がね、はい、綺麗ですよね。いただきます。いや、何度やっても緊張しますね。うん、人に食べてもらうというのは。うん。ああ。聞こえます？このシャキシャキ感。いい歯ごたえ。結構お肉もねしっかり入っているし、ね、サラダっていうジャンルなので、はい、そんなにね味付けをする手間はないけど。 これだけこう一品として成立しているこれ前回のカレーそしてこの生春巻き風サラダと、ええ、完全に佐藤さんに胃袋を掴まれてるんですけど私のこの気持ちはどうしたらいいでしょう本当 <laughs> <laughs> 毎回褒めすぎなぐらい, <laughs> い,やい,やいや美味しい,しいコメントをしていただいてありがたいですよ、うん、これはいいですねしかも本当にあっという間に完成したので、うん、ぜひ試していただきたいですね,そうですね 本当にちょっとした一工夫で食品ロスを減らすことができますので、ぜひ皆さんもお家で作ってみてください。食材を使い切って食品ロスを減らすためのレシピを横浜市のホームページで公開しています。ぜひご覧ください。ここで6月2日に放送された横浜開港記念特番に寄せられた横浜市長のメッセージをお送りします。 横浜市長の林文子です6月2日は横浜開校記念日です横浜の開校記念行事は50年祭を開催した1909年から恒例の記念行事となりました戦時中一時中断された時期もありましたが1950年以降毎年盛大に開催してきました今年は新型コロナウイルスの影響によりました 残念ながら歴史と伝統のある横浜開港記念式典の開催を見送りました皆様とご一緒にお祝いすることはかないませんがこれまでの横浜の歴史に思いを馳せ開港を祝したいと思います市民の皆様とともに力を合わせたことで緊急事態宣言が解除されました横浜市は今後も 感染症対策にしっかりと取り組み一日も早く経済活動を回復させ横浜の街のにぎわいと活力を取り戻せるよう全力を尽くしてまいります来年の開港記念日はぜひご一緒にお祝いいたしましょういつも番組へのご意見ご感想ありがとうございます,いますではここで今日もいつご紹介させていただきます 保土ヶ谷区にお住まいの中野さんよりメールをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。佐藤美希特製カレーを早速作ってみました。本当ですか？はい、嬉しい生姜の味が思ったほど強くなく、はい、まろやかで今まで作ったカレーとは次元が違うカレーになりました。<お>最高ですと。 ちょっと褒めすぎじゃないですかいやいや,いやリニさん今ルルン気分になってたんですから <laughs> いや確かに美味しかったですねみきズキッチンはい。見てくださって早速いやーこれは嬉しい、ね、毎週やりたいなちょっと高齢化しちゃいますねこれね <laughs> ありがとうございますありがとうございますこのようにお便りをご紹介させていただいた方には番組特製のクリアファイルプレゼントしていますたくさんのメッセージもお待ちしています さて6月は環境月間ということで今回の「ハマナビは暮らしに身近なエコ情報をナビゲートししてままいりました、はい、あのプラスチックごみを減らす取り組みであったりとか あとは7月からレジ袋が有料化スタートっていうのはね、なんとなくそのぐらい意識していたんですけれども、えー、やっぱりね分別の大切さ、これは改めて実感しましたね。そうですね。またあの食品ロスを減らす取り組み、あのフードバンクは知っていたんですけれども、うん、今回フードドライブこの言葉を初めて知りましたね。こうしたフードドライブですとか、あと使い切りレシピも活用して、うんえー、食品ロスの削減に貢献したいなと思いました。うん さあこの環境月間を機に改めて家庭でもできる環境への取り組みについて考えてみてはいかがでしょうか。